はい、皆さんこんにちは。ギタリストの横井浩一なんですけれども、今日はですね、最近お店の方とかでもね、ライブの生配信とかそういうことがちょっと、必要になりましてですね、やっとるんですが、今日はですね、まあ単刀直入にこの ATEM Mini ですね、こちらを使って、遠隔操作をする方法について説明したいと思います。まずはですね、LAN ケーブルを使った遠隔操作でございますね。これはですね、メインコンピューターの方にこの ATEM Mini があって、そこまでこういちいち歩いていかなければ、スイッチングがこう今実際にこの ATEM でやってるんですけど、画面が切り替えられないという、まあそんなことで、当店でも遠隔操作を行うんですが、LAN ケーブルですとね、割と長いランケーブルなんかを使って、5メートル、まあ、10メートルと、遠くからですね、ノートパソコンなどを使って、操作ができるということなんでね。ちなみに普通の操作パネル、こちらになっております。はい。ATEM ソフトウェアコントロール。これはですね、ATEM Mini に付属というか、まあ、ダウンロードして、手に入れていただきたいと思います。で、こちらで、普通にね、今 USB ですね。はい、このウェブカムアウトという、見えますかね、逆さまでしたね。はい、これですね、ウェブカムアウトっていうのがあるんですけど、ウェルカムじゃないですよね、ウェブカムですね。ここからですね、まあ、いわゆるウェブカムのような出力をね、HDMI から変換して出せるんですけど、まあ、いわゆるキャプチャーですね。これをですね、USB-C と普通の USB で変換などしてですね、コンピューターと接続しておきます。はい、コンピューター側は USB 普通の、おなじみのやつですね。これをですね、パソコンの方と、接続しておきます。で、まずこれをやるとですね、この ATEM ソフトウェアコントロールの方がこのように、きちんと立ち上がってですね、動作してくれます。そしてですね、ここでまず設定なんですけども、遠隔操作のために IP アドレスの設定が必要になります。これ LAN ケーブル使いますので、IP の世界を作ると。で、この、メニューのところに設定っていうのがありますから、ここを開きます。そうすると IP アドレスを入力するね、ボックスがありますので、ここに、入力をしますが、この場合はもともと ATEM の、IP アドレス、デフォルトがもう192.168.10.240と入ってますので、このまま、これが現在の ATEM の、IP アドレスということになります。はい、これを OK しちゃいます。はい、これはメインコンピューター側の方でね、やっておけばいいと思います。はい、もちろんサブの方で、設定することもできますので、で、一旦ここで、この ATEM のね、方は、シャットダウンしておきます。はい、次にですね、ここで LAN ケーブルを用意します。LAN ケーブルはまあ、これちょっと古いやつしかなかったんですけど、まあ、もうちょっといいのがあればよかったんですが、今日はこの古めかしいやつでやってみたいと思いますが、コンピューターの方はですね、LAN の端子ね、そもそもないので、このアダプターを使って接続します。それではですね、このさっきのですね、ATEM、これ今設定したんですけど、これまあ抜いちゃってですね、これで今、ATEM と、パソコン、このノートパソコンが、USB ではつながっていないということになります。はい、で、まずですね、この ATEM のここですね、ちょっとケーブルが絡んでてね、あれなんですけど、こちらにね、LAN の入り口がありますから、ここへ LAN ケーブルを接続します。結構ちゃんと刺さないとダメなんで、気をつけてやってください。はい、で、片方を入れたので、もう片側は、こちらになりますが、これをノートパソコンに接続しますと。はい、ここもね、カチッとちゃんと言ってください。
するとですね、このネットワークですが、これ Wi-Fi じゃないので、ここのですねネットワーク、この Wi-Fi マークのとこからネットワークの環境設定、これを開いてください。はい、するとまあいろんなね、ネットワークのマークが出てきますが、ここで、はい、USB10、100、まあ10ベースより100ベースですね、 LAN のところを選びます。でここにもう手入力しちゃったんですが、通常はこういう DHCP サーバーを使用っていう方になってますので、ちょっと違うアドレスが入ってると思いますので、これをですね手入力を選んでいただいて、はい、さっきの ATEM のアドレス 192.168.10、 はい、ここまで同じにして、240ってところは、これは、ATEM が240なので、自分が違うパソコンはですね違うアドレスにしなければいけませんので、なんか今タイムアウトしましたね。192.168.10.100とかね、まあ、適当でいいんで、サブネットマスク、これも入れてください。255.255.255.0、ルーターはさっきと揃えます。192.168.10.1、あ、さっきっていうか、これはこのようにしてください、10.1 ですね。はい、これルーターのアドレスになります。これ適用してください。はい、これでセッティングができましたので、ここで、ATEM ソフトやコントロールを立ち上げます。はい、そうすると、はい、しっかり立ち上がったと思うんですが、この時にですね IP アドレスを入れろっていう画面が出たら、おそらく今の設定がうまくいってないので、もう一度確認してください。1桁でも間違えてるとダメなので、もう一度確認して、ちゃんと192.168.10、それから240のところは100とかに変えてください。ルーターのアドレスは 10.1 で結構です。はい、これでちょっと操作できるかどうか、まあこれ立ち上がった時はほぼ操作できるので、はい、オートをしてみますけど、あ、ちゃんと操作が切れてきますね。はい、僕の顔も出してみます。はい、ということで、遠隔でLANケーブルの長さが許す限り遠隔操作ができるということになりました。はい。